形成しており、もうちょっと市民の皆様と共に愛着の持てる町北区を目指して街づくりに取り組んでいます。続きまして、西区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは伊藤春夫、西区消防団体協会会長です。西区は自然を生かした公園緑地の整備が行われ、ものすごく文化が残る町並みはその歴史を今に伝えており、区民の皆さんと一緒に元気で住みよい町西区を目標に町づくりが進められています。中村区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは宇都宮千秋、中村区消防団連合会副会長です。中村区は名古屋駅を中心に市街地帯、商店街、地下街などからなく地域経済の中心地である一方、国吉清正生活の地として歴史と文化が調和し、夢、笑顔、優しさあふれる街中村区を目標に取り組みを進めています。続きまして、中区消防団大会の運動です。指揮を取りますのは西尾吉和、中区消防団連合会会長です。中区は城下町として5番目に復活され、城西の役割を果たしていました。現在は館長、オフィスビルが立ち上がる都心としていつまでも輝き続ける、人と人が絆でつながる中区を目指して取り組みを進めています。続きまして、昭和の消防団大会の入場です。指揮を取りますのは林富夫、昭和の消防団連合会会長です。昭和区は都心に隣接しながら四季折々の風情が楽しめる公園や大学などが多く、緑と住宅と文教施設が調和し、みんなが住み続けたくなる町、昭和区を目指して街づくりの取り組みが進められています。続きまして、西尾区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは村上直彦、西尾区消防団連合会会長です。西尾区は桜の名所、山月川が流れ、総合運動公園、博物館などがあり、文化、スポーツの振興を担っており、地下鉄が効率的に整備され、何世代も住み続けたくなる街づくりを目標に取り組みが進められています。続きまして、秋田区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは大谷千秋、秋田区消防団連合会会長です。秋田区は文化遺産の秋田神宮やデザイン都市のシンボルともいえる名古屋国際会議場を有し、歴史と文化が融合した住みたくなる街、訪れたい街、あったかくさの地域に向け街づくりが進められています。続きまして、中川区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは長井秀明、中川区消防団連合会副会長です。中川区は、上流海岸だった中川運河が流れ、古くから水上輸送により、名古屋の産業を支え、名古屋の都市の名産地として、住みやすく、住みやすし、魅力あふれる街づくりが進められています。続きまして、港区消防団大会の入場です。港区消防団連合会副会長です。港区は中部圏の海の玄関、名古屋港を有し、日本を代表する国際貿易港としての役割を担っており、区民・事業者との共同連携による信頼と安心を高め、暮らしやすい街づくりが進められています。南区消防団大会の入場です。指揮を取りますのは武田俊孝、南区消防団連合会会長です。南区は市内有数の工場地帯として発展する一方、尾張市観光の一つ中寺観光など歴史的歴史を持ち、歴史、文化、産業が調和し、区民の皆様
して心の通うあったかい町南区を目指しています。続きまして盛り上がる消防団内定の入場です。大丈夫市民防災組織による分裂コースの開始します。市民防災組織の分裂コースが始まりました。中川副協会長を先頭に入場してきましたのは昭和区ホームファイヤー分散スクラブ連合会の皆様です。連合会は昭和63年に設立され、現在は3人の会員で構成されています。地域活動を通じて、防災コミュニティの輪を広げ、活動を行っており、市内全館内で作った女性による防災組織としては、市内唯一の団体であり、長年にわたり地域防災の